ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。今日はスイッチブレード J ホワイト、はい、ということで My New Era ですね。はい、ということで田中選手と J 選手の試合振り返っていきたいと思います。まあ結果はですね、J ホワイト選手の勝利ということでですね、まあ予想、試合結果予想動画の方では私、あの田中選手の防衛をまあ予想していましたので、まあちょっとおなるほどなと。でもまあね、ここに関してはね、 J の勝ちもなくはないなというふうには思ってましたから、まあ別に驚きはしなかったという感じではありますね。まあこの試合に関しては、試合に関してはてかこの試合結果に関しては結構今いろいろね言われてるみたいですね。何ですか、暗黒期がまたやってくるんじゃないかとか、いろんなことを言ってる方がいるみたいなんですけど、僕は全然そんな風には思わないっていうか、まあ、ある意味その、ね、会社判断的なとこが単純に、まあ、働いた結果だよねってぐらいにしか僕は思ってないんですけど、まあここで J 選手が勝つ意味合いはいろいろあるとは思うんですよね。でまあ棚橋選手ね、もう防衛というところもあって日本全国回りたいみたいなこと言ってたからね、まあ棚橋選手の防衛もありはありかなと思いましたけど、まあ試合内容はですね、まあ非常に、言うてもですね、試合内容はまあ面白いというか、そんな言うほど試合で気持ちを揺さぶられることは僕はなかったですね。まあJ 選手はですね、パフォーマンスとかはすごくものすごいいい状態になってきていると思うので、まあ、今後はね試合内容の方も頑張っていただければなというふうには僕は思ってますけど、まあでもまあ J 選手がここで勝つっていうのはですね、まあもちろんそのケニー・オメガがいなくなってみたいな、まあ柱の一人がいなくなったので、まあもう柱がね一人いるよね、もう一人必要だよねというところでのまあ格上げ、というところもあるとは思いますし、まあ、僕は別に J が勝っても不思議っていうか、なんか別に不満はないというかですね、ああなるほどねという感じでまあ見てましたけどね。まあでもなんていうか、 J 選手は J 選手でこれまだまだこれからいろんなものが伸びていく可能性を考えると、この若さで IWGP を体感してっていうのっていいことなのではないかなというふうには思ってます。まあ若干新日本プロレスなんか急いでんなっていう感じはしますよ、僕もね。はい、はします。まあこれはね、でもやっぱりその予想外だったんじゃないですかね、 AEW のプロレス団体でケニーとかヤングバックスとか、まあ、コーディーとかあの辺がババンって抜けてって提携もできないみたいな立場に立つのが予想外で、かつまあ来年東京ドーム2連戦ぶち込んでますというところで、まあいろいろ焦ってる、もしかしたら焦ってんじゃないかなっていう気がちょっとしてます。なのでまあいろんな展開を早め早めに持ってくるっていうことなのかなという、話題作りをどんどんしていかないと難しくなってるぞこれっていうところがあるのかなという部分もありますし、まあだからこう意外とね、この棚橋 J 戦に関して言うと、まあ、特にね、僕の中であんまコメントはない僕の中であんまコメントはないんですよね。まあ、J 選手がこれから何を見せてくれるのかの方の期待はありますけど、だからこの試合に関しては特に
っていう感じですねはします。でどっちかっていうと気になるのはもう棚橋選手のバックステージコメント、まあこれがですねあのもうになんかちょっと映像ではねちょっとこうもう床に寝てる状態の棚橋選手が起き上がって、まあ、去り際にもうすごいウィスパーボイスでもう無理だみたいなことを言ってると言ってたというのがね映像が出てて、まあ、これ翌日ツイッターでとは思わない要するにもう無理だとは思わないというですねツイートをですね、まあ、しててまあ否定してましたけど、まあねこういうところがね棚橋選手ね僕はまあ非常にうまいなっていうふうに思うんですよね。ださっきというか昨日の動画ですよねの岡田ファレ戦でも言いましたけど、まあ、岡田選手は常に強気のコメントばかりをするので、え岡田大丈夫みたいな、ええこんなに負けちゃってて大丈夫みたいな、えいつもあんなに強かった岡田選手がそんな弱気なこと言うなんてみたいには誰も思わないと思うんですよね。だけどまあ棚橋さんは思っちゃう思わせるんですよ。この発言でもう無理だっていう発言でもうねどんだけの棚橋ファンがみたいな、棚橋ファンじゃなくても棚橋選手のことをずっと見てきてた人たちでさえおそらくおい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 みたいな、棚橋どうしちゃったよみたいな、疲れてますかって聞かれても疲れてませんってすぐ言うようなあの男がもう無理だってどうしちゃったんだよって、まあもしくは女性ファンだったらねもう本当にえ棚大丈夫みたいなことになってたと思うんですよ。気持ちの揺れ動き的な面で言うと。だからね、棚橋選手はね、この辺がうまい。だそれによって、やっぱりこう、棚橋選手は、この試合の後、どういうスタイルで出てくるんだろうかとか、ね、スタイルっていうか、どういう表情でとか、どういう勢いを感じさせるものがあるのかとか、いう風な、なんかまあ、要するに棚橋選手自体の今後にすごく注目しますよね、これで。で、まあ、そこでまたおそらく棚橋選手がいろいろコメントをして、また、あ、棚橋大丈夫だったんだって安心するファンもいるかもしれないし、その棚橋選手の発言次第では、またさらにちょっとね、あの不安になり、なるけども、やばい、ちょっと棚橋応援しないとって思う人が出てくるかもしれないと。もしくは、その、岡田選手の時にも言いましたけど、それによって、おい、どうしたと。今までそんなこと言わなかった棚橋がと。おい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 というふうに、今まで棚橋選手にそんなに興味のなかった人でさえ引きつけることが可能かもしれない。この発言のうまさ。これはまあさすがだなと言わざるを得ないですよね。だから岡田選手にもこういうことを僕はやってほしかったんですよね。そしたらもうね、岡田選手また新たなファンを獲得できたのになーっていうふうに、まあ思っているところでございます。ですね。で、まあ、ジェイ・ホワイト選手に関してはですね、さっきもまあ試合内容っていうところで言うと、まあ大技といいますか、技はですね、まあ華麗で、迫力のある技とかも、J. ホワイト選手は持っているので、まあ、なんていうんですかね、レスラー映えするものはあるよねというふうには思ってますね。まあ、見てて思ったのは、まあ、正直ね、試合の緩急とか、その、攻めるときにバババババって攻めたりとか、攻めないときには、なんかちょっと間を作ってみるとか、まあ、そういうところっていうのはまだまだないので、ぜひそういうところを今後、やってもらいたいなというふうには思います。もうマイクとかねその辺はすごくうまいなというふうには思ってます。まあ英語なんでね日本語字幕のやつが出てこないと僕は何言ってるか分かんないんですけどまあでもなんか感じさせるものはありますよね。マイクでなんか情熱的ある意味情熱的だと思うんですよ。ドンとアピールする力は、ジェイ選手にはやっぱあるかなというふうには思いますので、まあ、今後はその試合内容で、
観客を沸かせるようなものが出せたらもうね、この敵なしJ ホワイト敵なしみたいなねいう感じにできるんじゃないかなというふうには思ってますね。まあでもその J 選手が勝ったことによってね、そのなんか文句を言う、まあ別に言ってもいいと思うんですよ、プロレスなんでね。まあその文句を、まあ、言うみたいなのも別にね、まあ、僕は言ってもいいと思ってます。言ってもいいと思ってるけど、まあ発言の内容次第ですけどね。まあ僕はまたね、そのなんか公式ツイッターの新日本プロレスの公式のコメント欄とかまだ読んでないので、まあどんなこと言ってるか、皆さんがどんなこと言ってるのか知りませんけど、まあその思いですね、その文句を言うほどのその思い、まあぜひ同じようにあの選手を応援するために使ってみたりとか、まあ、もしくはね、その自分の周りにプロレスファンを多く作るためにその強い思いを生かしてみたりとか、まあ、そういうことができるといいんじゃないかなというふうにはまあ思っております。なのでまあ J 選手に関してはまあ今後どうなるか、まあ、ぜひ見守っていくというか、まあ、いう必要がまあ、あるんだろうなというふうには思います。で、この J 選手、こう、ベルト取っちゃったんですけど、これどこまで持たせるのかっていうところ次第ですよね。まあ、なんかその、何か急いでいる新日本プロレスっていうところでも、ちょっと、やめてくださいねって思ってるのは、その、今、内藤哲也選手が言ってる、まあ、その、2冠を狙うっていうのを、まさかやんないですよねと、あのマジソンスクエアガーデンでそういうことやりませんよね新日本プロレスさんっていうのは僕は言っておきたいなというふうには思います。なんか本当新日本プロレスさんなんか急いでる感じはすごくしますね。なのでこういう時は皆さん声を大にして新日本プロレスにあの言葉を言ってあげましょう。そう、それはもちろんトランキーロ焦んなよということですね。まあもちろん棚橋ジェイ戦に関してですね、いろいろ言いたいことがあるという方もいらっしゃると思いますので、それはぜひコメント欄の方に書いていただければというふうに思っております。ね、まあ、僕はあんまり特に今回のこの棚橋ジェイスに関してはそんな思い入れが特にあんまないですむしろ棚橋選手のコメントの方に全て引っ張られてしまいましたが、ぜひ皆さんのコメントお待ちしております。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。